どうも、こんにちは。システム5山本でございます。さあ、うちのチャンネルをよくご覧になっている方にとってはですね、まあ、見慣れた方がいらっしゃるかと思うんですけれども、本日もこの方と一緒にやらせていただきます。ローランドの坂本でございます。はい、よろしくお願いいたします。メーカーの方ではですね、相当なね、出演回数に、なっていると思いますけれども、ということで、今日もですね、我々を、はいはい、あの浜松の湖の方にですね、あの引きずり込む新たな資格が来たということで、こちらですね、つい先日発表されて、まもなく発売というですね。そうですね、6月の頭に発表された新製品で、はい、発売は8月下旬を予定しております。はい、8月下旬、はい。新製品 V80HD、ね。はい、V80HD でございます。ありがとうございます。外観ちょっとお見せしましょう。はい、ということでこちら V80HD でございます。はい、ありがとうございます、はい。見た目はですね、あの今まででした V160HD とかにも近い感じではあるんですけれども、はい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 、概要としては HDMI と SDI が4つずつ、はいはい、入力できまして、計8つの入力。こういうハイブリッドに両方とも入るみたいなやつって、まあ、割かし求められてたかなと思うんですけれども、まあ、割とハイエンドの、ね、グレードの商品になってくるとあったかなと思うんですが、そうですね、はい、ハイエンドのものだと8つ入力できる、それこそ160っていうモデルがあったんですけど、はい、それよりもちょっとコンパクト版、中規模でも使っていただけるようなところで V80HD という製品が登場したというところです、はい、V60 のこうなんかアップグレード版みたいなイメージあれも確か SDI と HDMI 両方も、そうですね、両方も入りますね。 SDI4 つと HDMI2 つ入力ができるんですけど、そうかそうか、 SDI4 と HDMI2 か、はい、もうちょっと HDMI 増やしてほしいとか、そうですね、なんかね、そういうご要望もなんかどうやらあったらしいあって、それを実現したというところ、はい、実現したと、はい、ただ単純に入力系統を増やしただけではもちろん、はい、ございません、ないんですよね、はい、まあ、だけだったらもうここであの番組が終わるんです。そうですねはい、あのしっかりですね、私もちょっと、はい、あの先ほど触らせていただいたんですけれども、ただの入力アップしただけじゃないんですよっていうところをね、これからご説明していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。システム5山本がお送りします。さあ、ということで改めてですね、V80HD なんですけれども、私もねちょっと先ほど触らせていただいてですね、まあ、単なるアップグレードではなくって、なんだろうな、インターフェース、もう中のまずユーザーインターフェースの部分がですね、まあ、割かし最近のスイッチャーにしっかりこう寄ってきているということで、はい、かなり触りやすくなっているというところもポイントかと思うんですが、はい、まあ、そのあたりも踏まえて、まず V80HD のですね、概要をちょっとご説明していただけるとありがたいなと。はい、はい、ありがとうございます、はい。そうですね、先ほどお伝えしたように SDI、HDMI がそれぞれ4つずつ入力できるのと、はい、静止画が最大で32まで今回取り込めるようになっております。はい、はい、でそれらをですね、このクロスポイントの1から8までのボタンに割り当てて切り替えができますよというのが基本的な操作感ですね。はいはいはい、ちょっとマルチビューに切り替えて動きをね、はい、はい、はい、こんな感じですね、切り替えていただけるよという操作感になります。はいはい、はい、こんな感じで切り替えていただける。はい、160からも搭載されているんですけれども、本体の方につまみがピンピーですね、このあたりのピンピーキーの合成ができるようなつまみがついてますので、つまみを使っていただいて直感的に操作ができる。はい、今ちょっとね、はい、ピンピーに割り当たってないんでこんな真っ黒になってますけれども、はい、はい、こんな感じで割り当てていただくことができると。だから、メインの映像1枚に対して乗っける映像を2つまで、そうですね、2レイヤーまで乗せる、2レイヤーね、乗せることができます、はい。これ V60 も2レイヤーまでいけてましたっけ？2レイヤーまではいけなかったので、そうですね、確か1レイヤーです、そうです、1レイヤーですね、そこが進化ポイントであります、はい、まずそこが変わってると、入力だけじゃねえぞっていうことですね、はい、はい、どんどんいきましょう。あとは DSK ですね、先ほどの PNP にプラスで DSK というキー合成の機能、はい、エクスターナルキー、フィルキー合成ができる DSK1 系統がさらに追加されております、はい、素晴らしいじゃないですか。なんか上位のもっとね、120とか160とか、あの、まあ、そこと比べても引きを取らないというと言い過ぎだけどまあでもわりかしそのあたりから降りてきてる機能なんかそうですね、そのあたりを踏襲して中に盛り込まれてる
割とそっちに慣れてる方があのこの V80 触ってもそんなに困らないような感じに受けられますね。まあ、そのままそうですね、現場でまあ使っていただいて小規模な現場は 106V80 でっていうような使い分けはできると思います。はい、はい、ありがとうございます。で概要としては今ご説明したような感じなんですけれども、はい、今回80で搭載された新しい機能、新機能、はい、はい、3つ具材取り上げまして、これ5つずついきましょうか。はい、はい、でまず1つ目がですね、はい、上のところにございますこのアサイナブルパッド、はい、そうなんかね気になるボタンがあって、でね僕この実機を見る前に商品のこうイメージ画像みたいなね、プロモーションの画像みたいなものを見させていただいたら、はいはい、なんかねここねすっごいカラフルに光ってたんですよ。そうですね、今ちょっと設定で緑色になってますけども、はい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 、カラフルに光らせるっていうこともできます、はい、ここになんかあのセットアップってありますけど、これは一体何のなんかいろいろまあ、アサイナブルパッツって書いてあるからいろんなことをアサインできるってことだと思うんですけれども、はい、はい、もうそうですね、名前の通りアサイナブルパッツなのでこの中でですね好きな機能を割り当てれるんですけど、はい、例えばオーディオプレイヤーの音声再生だったり、はい、静止画を割り当てて呼び出したり、はい、新メモリーでメモリーで保存した画面構成をボタン一つ呼び出したり、はい、ああ見たやつになってる、見たやつ見たやつに近い感じ、そうです、ね、そうです、この色味ですね、はい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 、この色も自分で設定したりもできるんですか？この色はですね、このものによるんですけれども、はい、あーなるほど、あーすみません、元からも決まった色になってますので、あーじゃあカテゴリーによって色が分かれてるんですか？はい、分かれてる。いやまさにね、僕はそういう使い方をしたかったんで、あのそれだったら全然いいかな、覚えときゃいいのね、はい、はい、いいと思います、ありがとうございます、はい、でこれがまあ一つ目の注目機能ということで、はいはい、で2つ目なんですけれども、はい、冒頭説明した HDMI の入力、HDMI、はいはい、3と4番がですね 4K まで入力できるようになって、はい、処理はまあ HD で処理でそのまま出力されるんですけど、はい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 、スルー出力が搭載されたので、おそのままレコーダーにつないだりもしくは 4K の映像を、プロジェクターとかモニター大型 LED に映し出すっていうことができるようになっております。なんかゲームの対戦の現場とかでも良さそうですね、はいはい、そうです ね、 ね、まさにそういう設定、もうまさにそういう設定です。ああ、なるほど。言いたいこと言っちゃったさ。はい、ということでこの後ろの、HDMI ちょっと見えないんで後でリサーチしておきますけど、はい、HDMI の、3と4ですね。3と4がですね。はい、3と4が、4K ですね、はい。対応していると。60p までいってる。60p までそうですね。はい、HDMI そのまま、2.0 のですね、ケーブルを使っていただければ、録画がちゃんと入ると。はい。ただまあ、内部処理は HD。そうですね、スイッチングした映像は HD だからダウンコンしてるって感じですか、まあ、中でそうですね、ダウンコンして、はい、でスルーに関してはそのまま出力されるので、まあ、4K じゃなくても普通資料をスルーで出していただくっていうような使い方もあるかなと思います、はいはい、なんか勝手なイメージですけど 4K ダウンコンで HD にしてるからその HD の絵も通常の HD の絵よりも綺麗そうな感じがしちゃうけど、それは分かんないですね、はい、やめときましょう、はい、まあ 4K の映像が入るということで、まあ、なんだろうな、使えるこう現場の幅というか、ね、はい、現場の幅、はい、まあ、一回スイッチャーに入れてしまうことで HD に落ちてしまってそこからもう元に戻らないということがなく、うん、スルーで出せるということですから、まあ、現場のね、セットアップの構築の子なんだろうな、セットアップと構築って同じ意味じゃん、はい、セットアップのこう幅がね広がりますよね、いいことだと思います。はい、それは2つ目、はい、はい、そうですね、3つ目いきましょう、3つ目がですね、はい、IP 伝送の SRT っていう規格に今回 V80 で対応いたしました。ネットワーク経由、 LAN の端子がついてるんですけど、はい、LAN 経由でネットワークを超えて SRT という伝送規格を使ってカメラ、まあ、PTZ カメラだったりとか、はい、もしくはデコーダーで配信先じゃないですけど遠隔地の方に映像を届けることができるようになりました、うん、それすごいですね、ここから中継できるっていう、そうですね、はい、中継することができます、素晴らしい、これはね、なんか面白い使い方をされる方がねいるんじゃないかなと思いますよ。で私もできることならね、その SRT を使ってどこかと外部で遠隔でね中継してこう繋いでね、うん、みたいなことをねやってみたいな、そういうのまさに酒井さんとやってみたいな、あーいいですね、いいと思います、そういうの大好きですからね、もうマニアックチャンネルですからね、はい、という、まあ、機能が増えましたと、はい、まあ、SRT はねいろいろ、まあ、なんだろうな、普及してるとこはしてるかなと言いつつ、そんなにこうもう SRT 皆さん知ってますって言ってみんながこう首を縦に振るような、まあ、聞いたことはあるけどぐらいだと思うんでね、これをきっかけにいろいろ広がっていくといいなと、はい、ぜひ活用していただければと思います。面白い使い方あったらぜひコメントに書いてください。やってみます。
できればできる範囲でやります。できる範囲で、はい、できる範囲でやろうと思います。ありがとうございます。はい、ということで、新機能ちょっとおさらいします。まず、こちらですね、アサイナブルパッド、はい、これが増えましたと。素晴らしいね。これ個人的にすごく視覚的に分かりやすくいいじゃないですか。ありがとうございます。はい、そして HDMI の、3番4番が 4K の、スルーアウトが出せるようになったと。はい、セットアップ構造、セットアップのね幅が広がりますよと。そして SRT の、出力、入力出力、入出力か、どちらも相互ね、相互ですね、はい、出せるのはどっちか。どっちも出せます。同時に出せる。すげえ。僕自身があんま SRT 詳しくは分かれちゃうね。ちょまだね、勉強するのね。まあ、SRT すごい便利だっていうの聞いてますので、はい、いろいろ試していきたいと思います。はい、という、まあ、3つの機能が増えましたと。はい、いうことで、まあ、非常に使いやすいスイッチャーに、ね、なってますね。その他、オーディオもね。オーディオは何が入るんですか？オーディオは XLR で、はい、入力できるのと、RCA のステレオ入力がついてます、ね。XLR は4。2K と、ね、2K とと RCA の、ステレオ 1K と、ステレオが 1K と、とあと USB-in も入って、はい、でオグズもあって、でメインアウトがあってということで、ね、これね、そうこれをね言いたかったんですよ。Tバーがあるんです。Tバーがこれがあるとね、表現の幅が、ね、めちゃめちゃ広がるんでね、Tバーがあるっていうのは個人的にかなり嬉しいポイントかなというふうに思いますね。なんかあとはこう Bluetooth があったりするんですか？Bluetooth もそうですね、はい、繋いでいただいたら iPad とか iPhone のオーディオ音声を取り込んで再生することができます。 Bluetooth オーディオが、はいはい、使えるようになっていると、まあ、いうことで、いろいろこう接続の幅なんかも広くなっていて、中のね冒頭でもちょっと話してますけど、ユーザーインターフェースなんかも、ローランド最新のね、最新と言いつつ完全に他のやつと同じってわけではなくて、120をベースにされてる。はい、V120HD をベースに、新機能を盛り込んでちゃんとこいつ用にチューンアップしたということでですね、まあ面倒くさいことやってると思いますよ。面倒くさい、まあ面倒くさいことやってると思う。だって流用したったらいいじゃないですか。そんなの最近の、ね、ローランドさんの製品ってすごくよくできてるわけだから、別に、ね、これ用に開発する必要なんてないんじゃないかなと当時思ってしまうんですけれども、しっかりこの製品が使いやすくね、ユーザーの方が使えるように、開発の方がああでもないこうでもないって言いながら、おそらくね睡眠時間を削ってやってるわけですよ。素晴らしいですね。はい、毎度言ってますが、ローランドさんにはですね、本当に頭のネジが飛んでる変態の方がいらっしゃるんで褒めてますよこれ。はい、いらっしゃるんでね、今回も使いやすい製品に仕上がってると思いますので、ぜひね、いろんなところでこれから触れると思いますし、直近の展示会とかだとどこですか？直近もうインタビューとかになっちゃいますか？そうですね、次9月ないですね。まあまあ、じゃあシステムファイブで触れます。テンダモのイベントで、はい、ぜひとも、はい、システムファイブで触ってください。ぜひよろしくお願いします。ということで、素晴らしい製品でしたね。 V80 でしたって言いたいんだけど、はい、これじゃ終わらないんですよ今回は。今回そうなんですよ。そうなんですよ。本当はねこのスイッチャーの細かい説明もっとやってもいいんですけど、うん、それやってるととんでもない時間になるんで、まあ、もっと深掘りするのはね、あとちょっと別の機会にやれたらやろうかなというところで、はい、まあ、新しい機能が3つあるよっていうところとね、あとこうストリーミング出してるところ、そうですね、はい、ストリーミングもここから直接配信できるようになったりと、とにかく便利な機能が入ってますよということだけ、まずね3つの機能と今までのローランドのスイッチャーでできたほとんどのことはできますよと、はい、いうことで、覚えておいていただければと思います。PTZ のコントロールとかね、そういうのできますんで。で、ね、ここからが本題と言ってもいいと思います。今回、やばすぎる、Windows のこれアプリケーションになるんですね。Windows 専用のそうですね。はい、Windows 専用の Mac を出してください、アプリケーションが。ちょっと心の声が出ちゃった。心の声出ましたけれども、まあ、ちょっといろんな製品があるのでなかなかマックも、はい、ただ今回 Windows のですね、まあ、素晴らしいアプリケーションが出たということでですね、早速ちょっとお見せしたいと思います。こちらでございます。はい、はい、これ何ですか？ローランドのグラフィックスプレゼンターというソフトウェア。はい、グラフィックスプレゼンター、はい、めっちゃかなグラフィックスプレゼンターね、プロゼンターと、はい、グラフィックプレゼンターという新しいアプリケーションが出ましたと、はいはい、いうことで、多分ですねもうこの動画見てる時点でもうねマニアックなもの大好きっていう人はおそらく調べてもうね腕がドキドキワクワクしてると思うんですよ。私もその一人です。でただね僕ねこの今日の収録のためにこのグラフィックスプレゼンターまだあんまり触ってないんですね。
全然知らないんですよ。知識レベルまだ赤ちゃんなんで。じゃあやらせではないってことですね。やらせではない。リアクションは。そう、あのガチで、まあ、何ができるっていうのは事前にちょっと聞いてますけどね。ここで皆さんと一緒に、ね、同じ反応をしていきたいと思います。ということで早速こちらご紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます、はい。こちらグラフィックスプレゼンターなんですけども、はい、8月下旬に、製品と一緒にリリース予定で、はいはい、発売時点では V80HD で使っていただける無償のソフトウェアになっております。聞きました、無償ですよ、無償。はい、無償ですね。フリー、まあ、発売時点ではこの V80HD のみで使える機能になってるわけですが、はい、順次アップデートで、順次アップデートで、そうですね、対応していくわけです。V120? 今のところ V160HD、 V8HD、 VR120HD、 VR6HD、はい、トータル5機種ですね、はい、これ合わせて5機種ですね、はい、使えるということで、そのあたりを持ってらっしゃる方はもうやったーと思ってください。はい、じゃあソフトウェア説明、はい、ありがとうございます。まずこのソフトウェアなんですけれども、Windows で立ち上がるようなグラフィックスを生成して、はい、出力するソフトになってまして、はいはい、HDMI ケーブル1本で V80HD の方の、まあ、専用端子になるんですけど、はい、専用の端子1番に入力いただく、はいはい、そうすると、V80HD の中の DSK を使うことで、はいはい、テロップ合成ができるようになります。テロップ合成ができる、はい、まあ、テロップ合成も実際に見ていただいた方が分かりやすいと思うので、はい、ソフトの操作画面を見た方がいいかな。はい、はいはい、このソフトのウェアの中でですね上のところのタブ見えてますかね、はいはい、ここでですねカテゴリーを選んでいただいて、例えばタイトル、テロップ用のものを選んでいただくと、はい、クリックしたタイミングでそのままテロップが最終出力の映像の方に乗るようになります。入れるとこんな感じになるっていう、はい、はい、そうですね、クリックするとクリックしたタイミングでそのまま出てくると。あの、ね、アニメーションがついてるんですよこれ。そうですね、ものによってはアニメーションとかついてたりしますし、はい、この中の文字を打ち替えていただくこともできるし、サイズも、はいはい、調整していただけます。めっちゃいい。エディット画面なんですけど、こんな形で、はい、まあ、まず打ち替える場合はレンダリングとかも特に不要で、はい、書き換えたものがそのまま出てくる。超シンプルかつ、あ、色もね、色も直感的に変えられると。この中から選んでいただけるとポジションとかもですね自由に設定できるんで、そのポジションいじるのはその上に出てるその画面の、はい、これなんかクリックして動かしたりはできないんですか。そうですね、基本 X 軸 Y 軸、まあ、ものによってですけどこれは Y 軸で動くっていう感じですね、縦の軸。なるほど。それ以外にテロップ以外だと、例えばライブのよくあるようなライブ文字を出したりとか、はい、あ、まあよくあるやつですね。そうですね、よくあるやつですね。あとは静止画をポン出し、映像のポン出し。わあ、ちょっとなんかそのライブの字ちょっとおしゃれなことしてる。ちょっと今ちょっと動いたっすね。動いてますね。ライブの文字も動いてますね。あとは静止画とかですね。うん、そうそう。今これ動いたの見えました？ちょっと今変えましたけどね。はい。で静止画も。静止画。でアルファ付きの静止画とかも取り込んで出すことができるので、はい、今出てるような。はいはい。まあ、4つ並んでますけど、例えばスポーツとかのチーム対戦とかであればあー、はいはいはい、チームのロゴ並べていただいたらポン出して出せると、はい、それ以外だとスポーツ向けのバスケットのスコアボード、あー、はい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 、はい、だったりとか野球用の、あ、ちゃんとこれプリセットで主要なスポーツはカバーしてるんですか。今のところバスケットボールと、はい、野球は、はい、入る予定ですね、はい、まあ、その後はちょっと状況によってそうです、ね、更新していきますので、はい、素晴らしいですね、はい、ありがとうございます。野球とか見ていただくと、例えばエディットの画面、はいはいはい、でボールってクリックすると、うん、ボールもしますし、はい、1塁2塁3塁と進塁とかもしていきますので、あとこれ以外だと e スポーツ向けとかではあるんですけど、はい、はい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 、e スポーツね、はい、選手紹介用のこういった選手、ね、ちょっと待ってちょっと待って、もう一回やってもらっていいですか。もう一回やりますか、はい、じゃあちょっと人数変えますね。次は5人用のやつもあるんでここに静止画はめ込んでお名前変えたりしてっていうことができるようになります。はい、あと山本さんが使えそうなもの、各種アカウントのアカウント情報を載せて、はい、配信の最後にグラフィックスとして出してあげる。
すごすぎるよ。いろんなグラフィックスが。ちょっとこれやばいっすね。本当いろいろな種類があるので、はい、ぜひともこれはまあ触ってみていただいて。いやこれはね、そうですね。うん、Windows しかないっていうところが、まあ、ちなみにこれあの、はい、PC のスペックとかそこそこいるんですか。まあ、スペック、動画を出したりするのである程度のスペックは必要になってきます。あ、まあ、動作条件とかまたホームページの方に載ると思いますので、はい、確認してもらえたらと思います。とはいえなんかそんなにあのもうグラフィックバリバリ積んでないといけないとかそういう感じではない。そうですね、今使ってるのも Core i5 の積んでる、はい、CPU 積んでる、まあ、業務用とかで使うような。オンボードですかこれ。そうですね、オンボードです。あ、じゃあそんなに必要ないと思いますよ。まあ、詳しくはあのメーカーホームページに出ると思いますので、そちら見ていただければと思います。はい、はい、そんな感じですか。ですまだ面白いこと言います。まだ QR コードを出したりとか。え、これ URL 入れたら自動で QR コード出てくる。そうなんですよ、 URL が。はい、ローランドさんすごいですね。え、これめっちゃいいじゃないですか。すごいですよね、僕もすごいなと思いました。めっちゃいいじゃないですか。まあ、それ以外に時計類とかもちゃんと出ますので、はい、この辺りはまあ買わされてるかなと。これちなみにフォントをちょっと変えたりとかもできるんですか。まあ、基本的にフォントは取り込んでいただけるので、さっきのテロップとかの中のフォントを変えるってことはできます。あ、じゃあその PC の中に入ってるフォントを読み込んで使えるで、はい、そうです。じゃあ森様とかそういうのも使えるってこと。まあ、中に入っていればってことですけど。であとですね、はい、グラフィックスの生成とかでいうと、スティンガーと呼ばれるような今見ていただいているようなものですね。映像の切り替えと切り替えの合間に入るようなグラフィックス、はい、これもこのソフトウェアの方から生成して出力することができます。これ他にもパターンあります。あと横パターンですね、はい、こんな感じ。おで、もちろん中のロゴだったり名前とかは、はい、取り込んでもらえればそのまま書き換わったものになりますし、背景の色も変えられるので。めっちゃいい。この辺は調整次第ですね。おー、すごですね。めっちゃいいじゃないですか。ありがとうございます。今のところこの2パターンですか。まあそうですね、今入ってるものだとこのあたり、あとはスターティングラインナップとかこの辺もスポーツ向けだとあって、ね、オリンピックオリンピック中継できるって。ちょうど今そういうタイミングですからね。そうですね、多分この動画が上がる頃にオリンピック始まってるぐらいだと思いますよ。始まってると思います。このあたりもぜひ活用いただきたいというところです。ちょっとえぐいっすね。あとこのソフトウェアなんですけれども、 V80 と USB でつないでいただくと、はい、さっきのアサイナブルパッドの方からテロップを呼び出すことができるようになっていて、はい、ああ、そう、そこねちょっと気になったんですよ。パソコンとスイッチは両方とも操作しなきゃいけないってなると、ちょっとそこだけめんどくさいのかなと思ってたんですが、はい、使いたい機能を事前にアサイナブルパッドの方に入れておいて呼び出すことができると。テロップだけじゃないですか。あ、今のはテロップというかこの中に入っている登録しているテロップだったりスティンガーを、はい、まあ、呼びに行くっていうような感じのイメージなんですけど、はいです。ありがとうございます。素晴らしい。その USB の連携機能っていうのは他のスイッチャーでも対応予定、はい、これは対応予定ですね。よかったよかった。 V80HD だけって言われたらもう V80HD 買わなきゃいけないのかなと思って、ね、どういうしちゃうんですかね。それは買ってくださいよ。まあでもこの物理ボタンがあるのは V80 だけなので、はい、あ、そうか。そうです、そうです。本体上でこう触りに行くってなると V80 が一番。このアサイナブルパッドでできるっていうのはすごくいいですね。そうですね、はい、まあ、ここの V81 でやっぱ強みと言えるんじゃないかなと思います。このパッドついてるモデルって120とかの辺もあったと思いますけど、あれはオーディオだけ、はい、あれはそうですね、オーディオパッドになるので、うん、今回そのマルチパッドみたいな感じになってるってことで、より自由に使っていただけますね、はい、より自由に使えると。あー、すごいじゃないですか。あのですね、あの配信の現場とかにおいてやっぱりね、もういろんな方がね、あのクオリティの高い配信とかをね見せようと、じゃないと他に取られてしまうから、クオリティをどんどん上げようということですごく頑張ってらっしゃるんですよ。で、あの聞いた話だとですね、スティンガーっていうのはものすごいなんて言いますか、あの訴求力があるんですよ。おーおーってなるんですよ。うわ、それかっこいいですねみたいな。それがもう簡単にできてしまいます。簡単にできると、まあ、今ちょっとあのパターンはまだちょっと少ないかもしれないですけれども、あのぜひですね、
今開発者の方が横であの見学してくださってるんで、私の方からお願いをしておこうと思います。ぜひスティンガーのパターン増やしてください。お願いします。それがあるとスティンガーってできないでしょうかってね、クライアントの方が言われた時にローランドができるんですって言えるんですよ。言いたい。そうですね。はい、今日俺すごいよく喋れるな。テンション上がってるのが伝わってきますね。これね、本当にすごいの。本当にこのアプリがやばいんですよ。このアプリが、ね、このアプリは本当にこれがあの無償ですからね。はい、無償でフリーですから使っていただけますんで、ローランドさんのホームページから誰でもダウンロードすることができるようになるのかな。はい、ダウンロード自体はできます。で、はい、コンテンツ自体も、ローランドクラウドという弊社のですねクラウドサービスがあるんですけど、はい、そこでアカウントを作っていただいて、はい、でプリセットのデータをダウンロードしていただく。なるほど。そうすると中にプリセットが入った状態のソフトウェア誰でも使っていただけます。はい、で実際そのスイッチャーとつなぐ場合には対応したスイッチャーにつないでいただくっていう必要があります。はい、なんかね、あのいわゆるそのライブ配信だけではなくて、そのゲームの対戦動画とか、はいはい、あとは最近僕が見るものだとあの、うん、カードゲームとか、そういうのの対戦とかでもやっぱりこう、うん、出場者の方をこうさっきのスティンガーみたいなものを使って今日の対戦カードはこれだみたいな、そうですね、そういうのをあの収録するときに作れるわけですよ。すげえ、これははかどっちゃうよ。はかど、いや、これをね、フュージョンだったりとかアフターとかでやっぱ作るってなるとそれなりの労力かかるわけですよ。多分ね、僕あんま上手じゃないんです、その辺ですよさ。慣れてる人からするとそんなお茶の子さいさいちょちょにちょいかもしれないですけど、これをあの大した知識がなくても、ね、まあ、あくまでそのテンプレートを使うっていう制約は出るにしても、はい、でもダサくないと思うんですよ。すごいかっこいいと思うんで、このままあの映像作品として使っていただいても何ら問題ないというようなものがね、あのこのアプリケーションでボタン一発で簡単に生成できるわけですから、ちょっとブレイクスルーを起こすんじゃないかなというふうにね期待してます。めちゃくちゃいいっすよ。8月の いつから使えるのこれ。8月の下旬リリース。下旬リリース、はい、はい、予定でございます。でここから、HDMI で出す、あでもあれか、この DSK で合成したものが上に出て、はい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 、まあ、このアプリケーションの操作自体はねスイッチャーなくてできますから、はい、いろいろここであの妄想を、ね、膨らませていただいて、はい、自分だけのセットアップを作っていただくというのも、はい、あのいいと思います。本当にすごい遊べそうですね。で業務の方でももちろん使っていただけると思いますので、配信のクオリティを上げたいという方はですね、で、まあ、もちろんね今先ほどの5機種これをも5機種というか、まあこれを含めると4機種かもうすでに、発売されている4機種を持っているという方はあの、ね、期待してね、はい、このアプリが出たらもうすぐセットアップだけしておいて、対応したらすぐ使えるようにしておいていただければいいと。で持ってらっしゃらない、まだローランドのスイッチは使ってないよという方、買い時です。今が買い時です。今日ちょっと俺うるさいね。はい、ただ本当それだけいいんでね、V80HD とそれからこのグラフィックプレゼンター本当に注目度も高いと思いますので、まあ、展示会だとインタビューになっちゃうんですが、それよりも前にねシステム5のショールームの方で触っていただくこともできるかと思いますので、ぜひご都合のいいタイミングでね気になっている方はチェックしていただければ幸いでございます。はいはい、はい、というところで、動画ね あんまり長くならないようにって言ってたんですけど、実は収録でも30分以上喋ってるんですが、はい、この辺りに、させていただきまして V81Day とそれからグラフィックプレゼンターのご紹介ということで、今回の動画でございました。はい、参考になったためになったという方はぜひチャンネル登録と高評価ポチッと押していただけますと励みになりますんで、本当にね本当なんですよこれ。よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。お相手は私システム5ヤモモンとローランド坂本でした。はい、ということで2人でお送りさせていただきました。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。